さあ河合健太郎今スタンバイ、そしてスタートしてまいります。河合健太郎も現在19位、ちょっと順位を上げておきたいところ。いいスピードから、いいスピードだ、はい、振り返したのはうまく乗せてはきた。いいんじゃない、ちょっと失速したね、ちょっとつまずいた、だから足りない足りない、ちょっと早めにだね、早めに出ちゃった第1ゾーン。さあそこからまだ1フラット、この辺り第3ゾーン乗せ方から、この辺り悪くない、この辺り悪くない。さあそして第4ゾーンの振り込み、いややっぱ届かない、届かない、これはちょっとかわいい、得点的には伸びないかな、60点台ということになるのかな、70点台に入ってこないと河合の順位も上がってこないということになりますが、現在19位、河合健太郎1本目ちょっと伸ばしきらないところに来たかもしれません。これで待つということになるかもしれません。ちょっと上げたかった ね。さあ要所要所やっぱりゾーンで引かれていくところ、基本的にはでもゾーン減点ですよね。そうですね、あとフラレもちょっとありましたね、はい、フラレありましたね、はい、第3ゾーンあたりのフラレも確かにありました。やっぱり第3ゾーンから第4ゾーンへ向けての振り返しの位置とかやっぱ重要ですね、はい、今の河合選手も